こんにちは、小坂雄二です。さて石谷さん、今日の話はね、はい、起業とか開業する人が、はい、意外とこれを知らないがために、はい、その開業起業した途端に悩むというね、うわー、そうなんですね、はい、話があるんですよ。それを今日は話したいんですよ、はい、いやそれはぜひ私も聞きたいですね。これ本当にね、はい、本当に多いんです。お客さんを来てもらう、お客さんに来てもらう、はい、つまりお客さんを来店してもらうとか、はい、さらに言えば何か買い物をしてもらって獲得すると、はい、新規客として獲得してもらうには、はい、お金がかかるんですよ。あ、はい、このことを知らない人が多いんですよ、はい、いわゆる顧客獲得コストです、はい、これ本当に知らないまま起業する人多い。確かにそうですね。だいたい そう言われてみれば、はい、肥前さんも開けた途端に思ったより来ないなっていう悩みで、どうやったら来てもらうんだろうかみたいな風にこう悩んでいったと思うんだけど、いや悩みましたね。そこは別に間違ってるとはまでは言わないんだけど、はい、そもそもお客さん一人捕まえるのにお金かかるんですよっていうね。あ、だから顧客獲得コストをいくらぐらい開業時に使えるかとか、はい、いくらぐらい使うのかとか、はい、こう考えないで、わあ、当時全くその考えなかったですね。いや、ないと思う。これね、ほとんどないんですよ、はい、お店開けたらもうお客さん入ってくるもんだと思ってやってたら入ってこない、ね、誰も入ってこないと、うん、はい、そうすると、まあ、例えばですよ、例えば、はい、お店開けたのに入ってこないな、はい、じゃあワクワク系ではお店の場合ね、物理的なリアル店舗の場合、はい、その人道行く人が多ければ、はい、じゃあこう看板立ててみようとかやるじゃないですか、はい、でも看板立てるのにコストかかるでしょ。かかってますね。でまあ、安いけど、はい、でそれが例えば2980円で買った A 型看板に何か書いたら、はい、書いたその看板によって一人来てくれましたって言ったら2980円かかってるじゃん。あ、そういうことですね。ということなんですよ、はい、でこれはね、お店の方が曖昧なんだな、はい、リアル店舗の方がその顧客獲得コストって曖昧で、はい、でもやっぱり一人のお客さんに来てもらおうと思って、例えばチラシ打つとか、はい、なんか広告出すとかってやれば、やっぱコストかかるんだよね、はい、でこれが通販事業とかになってくると、はい、もっとこうシビアにその数字って出てくる。ああ、もう全部数字で出ますからね。数字で出ますね、はい、1件あたりの例えば資料請求、はい、1件あたりの資料を請求してもらうお客さん、資料を請求するお客さんを一人捕まえるのにいくらかけたかみたいなね。あ、はい、例えば新聞広告でまあ、ちっちゃな広告でも例えば30万で出しましたと、はい、だから30人資料請求しましたって言ったら30万割る30じゃないですか。そうですね、はい、1万円でしょ。1万円ですね。ということは1件の資料請求者を獲得するのに1万円かかりましたってことだよね、はいはい、で今度はそれお客じゃないから、はい、資料請求者の中から1割制約できましたって言ったら1じゃないですか、はい、というふうにでもお金かかるんですよ。あ、そうですね。だからこのお客さんを作るにはお金かかるんだよっていうことを知らない人多すぎる、はい、あ、そういうことですね、うん、で今別に昔の秘伝さんを務めてるわけじゃないんだけど、はい、特にリアル店舗をやってる方とかこれから企業開業するっていう方はすごい多いですね。あ、はい、で時には通販でもいらっしゃる。そこはあんまりよく知らないでとか、あるいは知らないわけじゃないけど知識としてはその自分の計画として持っておかないで、はい、スタートすると、はい、思ったようにお客さんが獲得できないから悩むじゃないですか、はい、そうしたらまあ広告やるとか、はい、いうことに当然なってくるんだけど、何らかの手は使わないとね、はい、そのままじっといや客来ないとで待っていても来ないから、はい、何かやるんだけど何かやるとお金かかるじゃないですか。かかりますね、はい、これを広告費とか見ちゃうとダメなんですよ。あ、そういうことですね。広告費かけるからじゃないんですよ。あ、いや、ほとんどそう考えてる。そう考えてるんだよね、はい、だからそれ間違いないね、はい、広告費これ広告かけるかとかチラシやるかチラシ代いくらかなじゃないんですよ、はい、一人当たりいくらかけるかなんですよね。なるほど、はい、いや重要ですね。だから今日はもう、ま、もうこれ、はい、で本当に少ない。これをよく知っていて、あるいはあらかじめある程度計画しておく、はい、1人当たりまあ1万円ぐらいかけるかなとかね。あ、だからもちろん自分に似たビジネスモデルの例をこれは分析しておくといいよね、はい、なるほど。私もリアルのチェーン店でずっと勤めてましたけど、うん、かつてですね、
っぱり新店のオープンのスタッフとかで行ったことあるんですけど、大体広告費として予算があるんですよ。その後にその広告によって一人当たりいくらで来てくれたのかっていう計測はしてなかったですね。してないと思う、はい。まあ、そもそも新規で出店したら、はい、何人顧客を獲得しなければならないかっていう前提が抜けてると思う。全くなかったです売上しかないと思う。売上だけです。売上予算しかない、ね、売上予算しかないでしょ、はい、で売上予算に対して思ったように売上がいかないから広告するか、はい、っていうことになるから、そうです、もう全くそれはダメよ、はい、ダメよ、はい、そういう、はい、そういうふうに計算しちゃダメなんですよ、はい、だってもうこれはワクワクで当たり前のことなんだけど、お客さん一人一人が売り上げを作ってくれるわけだから、そうですね、何人必要なのかと、はい、で一人当たり獲得するのお金かかるわけだから何でも言うけど、はい、それいくらまでかけていいとかね、はい、その予算です。考え方なかったですね、うん、そう広告ってなったら今度はじゃあ広告やるかやらないかじゃないんですよ、はい、その広告がこの計画に対して妥当かどうかって話になってくるわけで、そうですね、こういうね組み立てをやっていかないといけない、はい、いやそうですね、うん、はい、ワクワク系マーケティング実践会ではこれはもう当たり前のことを今喋ってるので、はい、それをちゃんとどのように考えていくかっていうセオリーがあるじゃないですか、はい、ね、そのためのツールもあると、はい、だそういう元がね今すごくいい昔話をしてくれたけど、はい、だその元がねないとそれはやっぱりねお客さん一人は獲得するのにお金かかるんだなっていうその元がないと元もないね。そうですね、だここはね、はい、非常に危険です。いや、そうですね、うん、そして単に思ったように顧客が、はい、お客さんが来ないな思ったようにお客さんが捕まえられないな、まあ、通販でもね、はい、そして広告使わなきゃいけないかなっていう悩み方になっちゃう。いやそう悩んでましたね、うん、その悩み方では出口なしです、はい、でまた広告費かけてやったけどお客さんがあんまり来なくて、まあ、出口なしだまた広告やるかみたいになっちゃうんですよね本当に、はい、ということなのでこれはもう気をつけていただきたいと思いますね、はい、ということでもう今日はもう一言ですね、はい、お客さんは一人獲得するのにもうお金かかるのよって話ですね、まあ、それを軸に物事を考えなきゃいけないよっていうお話です。はい、ということで、今日も気づきとかあうちではこうだったなとかうちはこういうことだったありましたらぜひいいねそしてコメントをぜひ残していただきたいと思います、はい、そして、これからもこういう、まあ、商売本当は知られてないけどここ極意だよみたいな ねものを、このチャンネルでも提供していきますのでチャンネル登録の方を忘れなくお願いしたいと思います。まあ、それにしてもね、はい、悩み方間違えると出口ないので、いや本当にそうですね、もう本当に気をつけてください、はい、ということで商売ってのはねこういうことが分かってくると逆に楽しくなっていくし気持ちも楽になっていくので楽しんでいただきたいと思いますね、はい、はい、ということで商売ってのは本当に楽しいもんですね。それではまたお会いしましょう。